旦那さんのアダルトビデオの主張ポルノを見ることで悩んでいる奥さん向けのお話をしていきたいと思います今回は内容がそのようなまあ、性的な内容を含みますので近くにお子さんがいらっしゃる場合はまた別の時に聞いていただく見ていただければいいかなと思います夫にポルノを見るのをやめてほしい というと、男性としてプライドが傷つきますか。直接言うのはやめた方がいいですか。うまく伝える方法などはありますか。という質問をいただきました。まああの G 行為とかあのマスターベーションの問題をえっ、ー、と取り扱ったまあ動画に対しての質問ですね。 でこのもともとのオリジナルの動画も概要欄のところにリンクを載せてありますので参考に見ていただいてもいいかなと思いますいつものように3つの点でお話をしていきます1点目は夫婦関係とは神聖なものである2点目は罪を指摘する勇気を持つ3点目がいたわりを持って伝える1点目ですね 結婚は、夫婦関係は神聖なものであるということ。ヘブルビトへの手紙の13章4節にはこのように書かれています。結婚がすべての人の間で尊ばれ、寝床が怪我されることのないようにしなさい。神は陰行を行う者と寛員を行う者を裁かれるからです。 ということで、まあ、聖書はま銀、あ、行とか会員まあ、いわゆるみらな行いを、えー、禁じているわけですね。なぜそのようなことを聖書が禁じているかというとまあ、それは夫婦関係を破壊するからなんですね。まあ、夫婦の親密な関係を破壊する、えー。ということになるわけです。ですから、まあ、この質問をしてくださった。あなたがあの。 傷つくことは当然なわけですで私が実際にカウンセリングさせていただいている女性のクライアントさんたちも、まあ、ご主人があの AV を見ているのを見て気持ち悪いと感じるすごく傷つくということがあるわけで、まあ、それはあの当たり前のことです、まあ、AV 主張や、まあ、ポルノを見て行う G 行為やマスターベーション というのは、まあ、誰にも迷惑をかけていないから許されると思っているまあ、ご主人たち夫たちがたくさんおられるわけですね。しかし聖書は、まあ淫らな思いをまあ、情欲を抱いて女性を見るものは、その心の中ですでにその女と関与を犯したのだというふうに言うわけです。 ですから、まあ、奥さん以外の女性の裸や、まあ淫らな行いを見て、まあ、性的に興奮し、まあ、自由行為をするというのは、まあ、奥さんに対する裏切り行為と言わざるを得ないわけなんですね。ですのであのそのことをまず奥さんであるあなたご自身が、まあ、確信としてこれはいけないことなんだ。 これは放っておいたら、私たちの関係が危うくなる危険なことなんだということをまあ、認識される必要があるわけです。ですので、まあ、あの例えばまあ、ギャンブルにあのハマるとかまあ、もしくはあのお酒の中毒症状になるとか、それぐらいの危険な行為だということなんですね。 で、二点目ですね、えー。罪を指摘する勇気を持つということで、えー、マタイの福音書の十八章の十五節にはこのようにあります。また、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。 これはイエス・キリストの言葉ですけれど、えー、自分が傷つけられたと思ったら、まあ、その人のところに行って、二人だけのところで指摘しなさいとあるわけですね。ちょっと話があるんだけど、で、僕は君によってこういうふうに傷ついたんだって。それはあなたの罪だと思うよっていうことをまあ言いなさい。 指摘しなさいとあるわけですね。その人、つまりあなたに対して罪を犯したその人があなたの言うことを聞き入れるならば。あなたは自分の兄弟を得たことになると書いてあるんですね。まあ、どういうことかというと、あの。まあ、二人の信頼関係が修復されて。あの、心の結びつきが、まあ、強くなる。 というかその人間関係が確かなものになるというふうに言うことができるわけですね仲直りした後というのは、まあ、その仲直りする前と違ってさらに確かな結びつきを持つようになるということが言えるわけです、えー、ここでわかることは、まあ、罪を犯している人、まあ、相手を傷つけている人というのは多くの場合 まそのことに気づかないでいるということなんですねまあ、指摘しなさいというあるように指摘してもらって初めて気づくことができるということなんですねあなたを傷つけているということを知らずにご主人はそれをやっている可能性が高い ということなんですよね、まあ、これがどれほど奥さんたちを傷つける苦しめることなのか気持ち悪いと思わせてしまうことなのかということを、まあ、知らずにやっているわけですね。であなたが傷ついた思いをあの我慢して、まあ、ごまかそうとしていても、まあ、無理があるわけですよね。一緒に生活してますので。だからそれは 勇気を持って指摘するる必要があるわけですそこで自分の痛み自分の苦しみを打ち明けてそれを受け止めてもらう聞き入れてもらって「あ分かったもうそれしないよ」って「ごめんね」っていうことになればあの兄弟を得たことになる、まあ、夫婦の関係っていうのは確かなものになっていくということができるわけです。 3点目ですね。で、この伝え方なんですが、いたわりを持って伝えることが大事だということになります。えこの質問の中にもありますけど、直接え言うのはやめた方がいいですかっていう質問はあの2番目でお答えしましたね。直接言った方がいいです。で、えっと、うまく伝える方法はありますかということがこの3番目の、えー、点になるんですけど、 このような言葉が真言の十五章の一節にあります。柔らかな答えは憤りを沈め、激しい言葉は怒りを煽る。まあ罪を指摘するときに、まあその方法ですね。どのような言葉、どのような受け答えかっていうことが大事ということですね。え柔らかという言葉と。 まあ、激しいという言葉が対比されていますので、まあ、柔らかく伝えるということが大事なわけですねでこの質問者さんもあの男性としてプライドが傷つきますかというふうにすで、まあ、にご主人に対して配慮しておられるのが、えー、と感じられます、まあ、確認ということで聞いていただければと思うんですけれど、まあ、自分のこのポルノを見ていること とかを指摘されるっていうのは、まあ辛いことなわけですね。まあ、ちょっと受け入れがたいとご主人が感じられる。まあ可能性もあるわけです。だから、あの、その柔らかな受け答えをすることによって、まあ、ご主人の反発っていうのを沈めてあげることができる。まあ、通りを沈めてあげることが、あの必要になってくるわけですね。 これ具体的には、まあ、これもし私があなたをカウンセリングしていたらこういうふうにお伝えするかもしれないなっていうことをお伝えしますけど、まあ、実はすごく気になっていることがある。であ,のあなたがまあ他の女性の,あの体を見ているのを、まあ、あの映像をね見ているのを見て、まあ、とてもショックだったあの私はすごく悲しかったんだっていうこと。そして あの私だけを女性として見てほしいんだっていうふうにまあその自分の気持ちを伝えるでしかも言い方として穏やか、まあ、あの気をつける必要があるのはどうしても罪を指摘されると責められてるというふうに、まあ、相手は感じやすいわけですね。ですからあ,のあなたご自身が伝えるときに自分が落ち着いて、まあ、柔らかな物言い まあ、いたわりを持ってあのご主人に接してあげる必要があるということになるわけですね。で、これはあの結構難しいんですよ。あの自分が傷ついてますので、なんでそんなことしたのっていう気持ちになっちゃったりとか、あとはもう涙が出てきてしまうということもあると思うんですね。で、泣いちゃいけないということではなくて、あの相手を責めないように、あの責めてるんじゃないのっていうふうにあの。 言ってもいいかもしれませんね。あの、これ伝えるの、やっぱすごい難しいと思うので、あの、まあ、時々私がお勧すすめするんですけど、手紙に書いて伝えてもいいかもしれないです。で、言葉を、手紙であれば、あの、直接のやり取りじゃないので、前もって言葉を選ぶことができます。で、しかも、あの、これきつく聞こえるかなとかって、そういうことを遂行する余裕もありますので、まあ、あの、本当にこの。 奥さんは、ね、きっとあの本当に苦しんでおられると思いますのでうまく伝える方法としてはそういう柔らかく伝えるということもそうなんですけど、まあ、手紙に書いて伝えるということも、まあ、気持ちが伝わりやすいしかも、まあ、な形で柔らかかな形で伝えやすいかもしれません、ね、ご主人がポルノを見てると本当ショックですしまあ本当に苦しいと思うんですけれど夫婦の関係というのは神聖なものであって。 記憶2人だけのものなんだということをまずご自身で確信していただいてでご主人はそれが自分を傷つけているということを気づかずにやっている、まあ、それともしくはそこまで深く傷ついているということは意識していないということを理解して、まあ、指摘してあげる必要があるそして3点目はあのその指摘するときにいたわりを持って伝える。 ということを覚えていただければいいかなと思いますはい、もしこの動画があなたのお役に立ったらいいねボタンを押していただけるともっと多くの同じように困っている方にこの動画が見ていただけますのでお願いしたいと思います押してくださった皆さんありがとうございます 私がご提供している無料の夫婦関係修復の動画講座のご案内が概要欄にありますので興味のある方はご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。